2013年ネーベルホルン杯は2013年にドイツで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2013年ネーベルホルン杯はフィギュアスケート競技会ネーベルホルン杯の2013から2014年シーズン開催でドイツスケート連盟が主催し国際スケート連盟の2013、2014年シーズンイベントカレンダーに掲載された国際大会である。国際スケート連盟によりソチオリンピックの予選に指定され国際スケート連盟により主催される。2013年世界フィギュアスケート選手権で出場枠を獲得できなかった国にはソチオリンピックの出場枠を獲得するための最後の機会となり男女シングル、ペア、アイスダンス競技が行われた。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2013年9月25日から28日にかけてドイツオーベルストドルフのオーベルストドルフスケートセンターにて行われた。今大会の結果で決定される出場枠はシングルが6、ペアが4、アイスダンスが5であり、今大会の結果によりソチオリンピックでの出場枠を得た国は次の通り。後にエストニアがペアの枠を返上したため、日本が繰り上がってペアの出場枠を獲得した。ありがとうございます。